はい、おはようございます。長介です。見てください、これ届いたよ。やっと届いたよ。タイのさ、旅行に行ってたんだけど、動画の最後にさ、お呼び出しに名前があって、なんか悪いことやったかなと思ったら、荷物が届いてないかもしれない。このスーツケースがなくなったっていうオチでタイの動画がね、終わってたと思うんですけど、今ね、動画編集とかね、起きてずっとやってたんだけど、そしたらヤマトが来て、ヤマトで宅急便でーすとかって言ってね、来たんだけど、3日ぶりぐらいに届いた。スーツケースさ、タイにあったから、タイってさ、湿気がとにかくすごいの。絶対さ、衣服とかがね、もうね、多分カビてると思うんだよね、正直。カビてると思うからさ、開けるのがめちゃくちゃ怖いの。ちょっとさ、早速だけど、開けていきたいと思います。めちゃくちゃ怖いのよ。このね、密室でやるのも怖いんだけど、せっかくだからカメラに収めようと思って。ほっ。うわ、いやー。大丈夫か。あんまり見せたくないけどさ、カビっていうカビはないのかな。タオルとかさ、サンダルが、いや、なんだろう。ちょっとさ、あ、まあでも服とかはね、無事。くせえ、やっぱ、うわ、カビっぽい。くせえなこれ。ちょっと、ああ、やだなこれ。楽しくなってきた。これどう、くせえ。これどうすればいいんだろう。最悪なのが、お土産とかもさ、入ってるわけですよ。お土産抜きました。僕の、サプリメントたちも抜きました。あ、うわ。SSD とかも入ってたのよ。SSD って何かっていうと、パソコンのね、編集とかやるときの外部メモリーなんだけど、これもね、ちょっと不安だからこっちに入れてたら、まさかの不安な方がぶっ飛ぶっていう。そう。でね、保険がね、降りないっぽいんですよね、昨日聞いた感じだと。とにかく全部洗濯機にぶち込むか。一旦ぶち込もう。めちゃくちゃカビが生えてるってわけではなさそうな感じはする。だけど、カビ臭い、ちょっと。なので、ちょっとね、洗濯機ぶち込みます。いや、でも、本当にさ、荷物がなくなるっていうのは、ある意味持ってるなって思いますね。自分がね、なんか持ってる。ここまでトラブルをね、引き起こすトラブルメーカーはね、いないから、ぜひ僕を旅行に連れてってください。何かしらトラブルを引き起こすから、絶対楽しい旅になると思う。水着は多分大丈夫そう。これなんだよな、問題は。うわぁ、靴がね、タイでずっと履いてたさ、靴があるんだけど、これをね、タオルにくるんできたんだけどさ、海で入ったから、ちょっとね、やばいかもしんない。で、これ、ズボンも。カビは生えてなさそうだな。で、うわ、お気に入りの T シャツ。お気に入りの T シャツ2。お気に入りの T シャツ3。パンツたち。全部この匂いになってる。なんかさ、全部わかるかな。この、ちょっとなんか、あ、これ、あー、なんかこの部屋、カビっぽい。ちょっとカビキラーで、この匂いなくしたいっていうね、匂いになってるのよ、全部。パンツ、シャツ、お気に入りのズボン、ズボン、パンツ、体洗うやつ、マスク、お気に入りのズボン、T シャツ。よし、これで洗い物 OK だ。やばいよな、ほんとに。ああ、なんで荷物遅れんの。しかもさ、よりによってこの湿気の多い国からの帰国の時に遅れるというね、最悪の事態。じゃあこいつらちょっと洗濯機回します。行くか。一旦ね、洗濯機にぶち込みます。僕の洗濯機はね、前にも言った通り、結構いい洗濯機なんですよ。洗濯機って僕ね、前の家に住んでた時は、結構ケチってたから、そうするとね、ケチった分、毎回の洗濯の質がね、めちゃくちゃ落ちるわけです。だけど、僕はね、洗濯機をケチらずに買ったおかげで、毎回洗濯機が超楽。よし、入れました。ちょっと気になるから、いつもこいつでね、洗濯してんだけど、これ入れるだけなんだよね。だけど、2個入れちゃう。2個入れたらダメかもしれないけど、2個入れちゃうもんね、知らないもんね。だって僕の洗濯機だから別にもう誰にも言われる筋合いはないもんね。さと速攻洗濯回しました。完璧だこれで。靴はね、お風呂につけて重曹につけます。あー、匂い取れてくれ。よいしょ。
日本もぶっちゃけさ、めちゃくちゃムシムシしてるからさ、あ、マスクもダメだなこれ、捨てよう。正直さ、ここに置いといて乾くか分かんないけど、とりあえずね、外にね、置いといてスーツケースをね、乾かそうと思います。あー、これでとりあえずスッキリかな。一旦このね、直哉さんとブーちゃんにこの歯磨き粉をね、買ってきたので、高級歯磨き粉らしいんですけど、スーツケースの中に入ってたのよ。だからね、これをね、今日渡したいと思います。ジムに行くぞ直哉さん。なんすか。もう嫌いなんだ。いやいやいや、僕のですね、タイからの荷物がちょっと帰ってきました。タイが来たの？来ました来ました、今日午前中、はい、引き取ってきました。よかったね。お土産が帰ってきまして。あ、嬉しい。はい、直哉さんやっぱり、うん、そう、笑顔が素敵なので。あ、ありがとうございます。はい、ちょっとさらにいい笑顔ということで、このタイのセレブたちが使う歯磨き粉でございます。セレブ？めっちゃ歯綺麗。めっちゃ、これめっちゃ歯綺麗なんです。はい、直哉さんももう白いですから。え、嬉しいんだけど歯磨き粉。はい、ちょっとさらにちょっと、あの、食べ物だとちょっとなと思って、うんうんうん、はい、ちょっと歯磨き粉をちょっと買ってきました。ピカピカにしちゃいます。僕使ったことないんですけど、自分のも買ってきました一応。じゃあみんなで使いましょう。みんなで。ありがとうございます。ありがとうございます。ブーちゃん、なに？お土産です。アロエ。あ、リーサじゃないこれ。え、何すかこれ。リーサって何すか。違うかも。え、おいしそう。じゃあ歯磨き粉ですって俺。ミントか。ミントです。ナチュラって書いてある。これセレブたつ、セレブたちがごや、ご、何？だめ、大丈夫言葉。すごい愛用している。本当にタイに来たらみんなこの歯磨き粉買ってくるらしいんですよ。ハジ、ハジ、シク、イ、そうです。すごい、ありがとう。僕のパパスケが、パパスケ、あ、僕のお父さんなんですけど、うん、パパスケね。パパスケが、そう、パパスケが、すごいタイが好きで、うん、これがいいよって言ってたんで。あ、パスケの推し。パスケの、そう、推し。やった。これぜひ使ってください。てか歯磨き粉なくなってなんで知ってるの。あ、それ当たり前じゃないですか、やっぱり。すげえ。直哉さんとこれからちょっとジムのね、買い出しプラスお昼の買い物行きます。あ、直哉さん、お金忘れた。僕、俺スイカしかないけど。あ、僕スイカある。え、スイカで買えますか。スイカで買えるよ。あ、本当ですか。うん、あ、じゃあよかった。ビビった。今ね、サブちゃんの撮影も終了して、スーパーでブリも買ってきました。ジムのね、備品も補充できて、これからミーティングなので。タイのさ、荷物が来ない時にすごいね、気持ちが落ち着かなかったんですけど、まあやっとね、ちょっと落ち着いて、これから生活も過ごせそうです。まあ荷物のね、壊れていたりとか使えなくなっているものっていうのはなさそうだったので、とりあえずね、ホッとしてます。うん、洋服だったりとか、あとはメモリーとかね、すごい命的なところが入ってたので結構安心しました。ということでね、今回の動画は以上になります。あの歯磨きのお土産もね、パパスケにね、しっかり渡せたらなって思います。また次回の動画でお会いしましょう。またね。